どうも、ボーロボと申します。今回は岸田首相襲撃事件関連の動画です。ニュース記事は女性自身から。サンデーライブ、岸田首相を襲った爆弾の作り方を専門家が紹介。周知する必要ある？煽りと視聴者怒り。6時45分頃から現場にいた目撃者のインタビューや事件当時の状況などを紹介した後、爆発物の正体にフォーカス、銃器研究家による解説ブパーが流れたが、作り方を教えているとして批判の声が上がっているのだ。出演した専門家はパイプ爆弾だと推定した上で、実際に金属の筒を手に持って火薬の種類や作り方を説明していました。放送当時はまだ警察が家宅捜索をしている時間帯で、爆発物が手製のものだと明らかになったのはその後でした。爆発物について警察から正式な発表はまだありませんし、ましてや爆弾の作り方を紹介する番組にも放犯が出たらどうするんだと懸念を抱いた視聴者が少なくなかったようです。週刊誌記者、放送時間はわずか40秒ほどだったが、ネット上では配慮に欠けるとして厳しい声が相次いでいる。なんで爆弾の作り方教えてんだよ。知識を披露したいのはわかるけど、手製の爆弾の作り方をテレビで放送するなよ。爆弾の作り方を普通に報道してるのやば。同じような事件を起こす煽りじゃんこれ。テレビで手製パイプ爆弾の簡単な作り方を紹介してる。それ周知する必要ある？模倣犯を増やしたいのかな。強行が成果を得たらいけません。成果を狙って模倣犯が現れますと思っていたんですが、テレビ朝日はその上を言っていました。爆弾の作り方紹介。何のために？構成と編集がある以上、誰かしらの意思が入っているわけで、恐怖を煽る狙いですか？事実を報道するにしても、そこは違うんじゃないですか？防犯のため？でも誰が爆弾作りに使えるものを購入したかとかわからないわけで、店側がチェックするなら店側の話ですし、地上波で作り方を紹介する意味がわからないですね。それにしても、意見を発信するのに議員を襲わないとできない人って何なんでしょうね。その物騒な方法を手伝おうとしている人はもっと意味不明です。と、まあ今回はこんな感じで、気になった人はチャンネル登録お願いします。 Twitter フォローなどもお待ちしております。それではまた。